おはようございます。バチコンマスターのデジャー編集スタジオ田中でございます。すんごいよ、人すんごい。いやー、相変わらず、まあ、ガチムチ強いがもうバレちゃってますから、まあ抽選次第になりますけども、今日もしっかりバチコンかましていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この後抽選、あ、おみくじです。さあ今日もこのおみくじをね、あ、そうだ、東京からわざわざこのおみくじを引きに来た子が有給取ってきたらしいです。朝8時ぐらいに着いたと。どっちだ、こう一番上、これです。まだ見てませんよ。いいですね、開きますよ。うわ、マジマジで多分これ一桁ちゃう。いや、ちょっと待って、今の顔、今の兄さんの顔崩れたよ。うわ、まあでも半分ぐらいには入ったのかなと思うんでね、まあ、中入って何考えましょうね。はい、頑張ります。おはようございます。おはようございます。さあ行きましょう。ワンチャン番長ゼロ開いてんじゃないかなって僕は思ってます、実は。おはようございます。無理、全然無理、舐めすぎてました。私はそうなのよ、バラエティがこの状況なのよ。すごいことなった、すごいことなった、すごいことなった。終わった、はい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 、いや、ちょっと手拍子です、ごめんなさい、手拍子で撮っちゃいました。開いてたから、目の前が開いてたから。モンキーターン4いきます。さあそれではパーツ2モンキーターンいきましょう。打っていきますよ、バチコン。いや、しかしあれでしたね、朝一私カバネリ取りたかったんですけども、ノーチャンスでしたね。マックス7番、それに抽選番号1番の人イニシャル D 行かれてました。いや、やりたかったな。ってことでモンキー行きます、真面目に判別しつつ。まあまあ打ってれば分かる機種筆頭かなと思いますんで、150、250この辺のポイントで当たるし、うん、あとはいい要素、メダル、この辺も出てくるはずなので、まあ打ってればおのずと、いや、まあハマり上げたらやめましょう。で、ちなみにあのバラエティって、あ、てかちょっと本当恥ずかしいのが、番長ゼロが一瞬でも取れるんじゃないかって思ってしまった自分が恥ずかしい。え、ちょっと待って、なんか熱いよ、引き出し。え、どうしたの、当たるよこれ。うわ、当たるって。1本、はい、1本、アザスパンプス22 で、まあまあバラエティって7つの大罪、あとは大好きな楽園追放、ここを見せつと思ったら出口が塞がってました。で、壁を抜けたら目の前光ってました、この子待ってくれてました。押したら1本よ、よーし、じゃあ行きましょう。まあ本当はガメラ行くつもりだったんですけど、私実はでも、まあ作戦が結構ずれちゃいましたね。まあそんなもんなんだけども、基本実は鉄拳取れたんですよね、番号的に。だからどういうルートで行くかによっても取れる機種が変わってくるっすね、これは。本当にそこはもう勝負だからな。さあどうですか、行ってまいります。4番人気はきついて、それは。いや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 、朝からやる気満々やね。もう今脳みその中メダルですからねもうメダルのことしか考えてないですからね。あとは最終ゲームにレア役行くかどうか、それしかもう考えておりません。そりゃそうよ、ふぬナビ出てる。あれ、これ次か、次だ。あ、青、
青だ、青です。はい、行きましょう。まあ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 、出ないよりはマシ。ロゴあり。さあ、まあ一発目早かったんで良かったですね。ちなみに皆さん、いいですか？もう出てます。楽園追放の5、6はずるいぜ。ずるいぜって。ちなみに私ルートに言いましたね。7つの大罪、大好きな楽園追放、ここを見つつと思ったら出口が塞がってました。言うとったね。いやこれはね、ただ抽選26番の人取ってます。なすすべないです。まあでも全然諦めてないですからね、私。このモンキーも全然可能性あると思ってますから。はい、美女や、積もったね、積もったね。チャンスの模様です。これ熱いですね。いいね、いいよ、これは当たるよ。あざっす。しかも勝負がけのポイントも溜まってるんで、これはちょっと伸ばすチャンスっていうか、こういうところを伸ばせないと上でも負けますからね、この台は。青島ターン。いや大丈夫大丈夫、もう大丈夫です。あざっす。はい、浜岡さん、あざっす。ふぅ、消えてる。あざっす。349、ここの液晶で347ですね。追加で8本してますね。よし行きましょう。今日2発目、早いですね。行きますよ。ここ。ふう。さあ行きましょう。伸ばすよ。え、納期。ここ噛んだときついよ。豊かでな。お。直乗せ10。これ結構絶望っすよね、よくよく考えたら。いいじゃない、あるね、あるね、これはあるよ。えい、いや、あるでしょ、これはあるよ。よーし、10からの、よっしゃ、全速いった。 OK、 チャンメから全速です。全速、全速です。さあ行きましょう。引きたくろう、なんでもいいというか、レークベル引こう。いいよ、いい、打ったかて、滑れ、かー、まあまあ十分だけど、滑って欲しかったのが新庄スロッターって。そうよね、やっぱスイカーライボートにね、夢を乗せてっていうのがスロッターですから。よっしゃー、カモン、いいじゃない、あと2回ナビ。よっしゃー、ここもナビ、よーし、十分すぎるんじゃないですか。75はめちゃめちゃ上手やと思います。イエイ。ちょっとね、ちょっと前代がもう怪しいですね。
さすがに今、まあ、日頃とかだったらまだ可能性あるかなとは思うんですけど、ただちょっともうしんどいですね。あって僕の代、あ、いいよ。まあまあそりゃそうやね、青はないもんね。まあこれで50敗以上の戦いができると。ただ開始画面でえのきが出てたんで、ないよ、ないけど、オールレインボー、オールボインレイがあるんじゃないのって期待してます。あら、え、緑まで行ったよ、初回緑まで行ったよ。マジで帝王や、これ虹なんか行った日にあるよね。まあ大丈夫やろ、66倍以上でしょ、こりゃ大丈夫やって。そんな簡単には終わらんって言いながらやばくね、なんか配置ゲーム負け。はい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 、あざすあざすあざ。なんならえのきさんないよね、ない、それはさすがにないね。はい入ってる、まあまあまあそうなるわね、そうなるわね、そうなるわね。イエーイ、あざす。あれ待って、究極ってことは次回80敗以上でしょ。あれなんかやってない、これマジであるよ。あれこう、うん、なんだっけ、道具地スペシャルとかはあるのか。スミちゃん出たよ、スミちゃん。あ、つけまい校舎ありますやん。そうやそうや、つけまい校舎 ST 常連、愛知の巨人帝王まである。これだから次が勝負よね、次で、ね、てかどっかでレインボー出せばもう勝ち確やから。よし行きましょう、大丈夫、いけるよ。さあ行ってきます、安心させて。あ、いいね、配置が勝ち、配置勝ち。際どい、よし、強い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 、強すぎる。はい、女道口確定、確定ちゃうか。男カットインえのき、女カットインえのき道口否定ですもんね。だから多分確定です、記憶が確かなら、田中の記憶が確かならば。だからえのきが出てきたりしたら激アツなんですよね、カットイン出てね。特にモンキー4は、よーし、あーざす。さあここが大事なんです、行ってきます。あれ、え、マジで、え、赤だよねこれ、赤だよね。ってことは待って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 、やばい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 、だって SC 常連って緑赤緑赤なんですよ。ってことは赤赤があるのって今日、え、愛知の巨人か帝王しかないんですよ。ただ 80% は言っとくけど、みんな 80% だからね、言っとくよ。とう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 ですよ、東京から有給取って来だしたと言ったところで、何よりこれ何がいいかって鹿児島を満喫して帰れるってところなんですよ。昨日私しゃぶしゃぶ食いましたけど、人生で一番腹いっぱい食ったんちゃうかなっていうぐらい。なんでかって言ったら、なんかね、スケーダレがごまダレとかないんですよ、めんつゆみたいなタレで食うんですけど。何あれ、ずるいよね、無限に食べれる。よーしよしよし、いいよ。弱点を取っていくのも大事、弱点から取りましたよ、行きますよ、ベル引きたくろ。はい、赤、あーあーあー、やったやったやった、ありがとう、レインボーです、ボインレイです。
はい、パンプス、こんなんもう安心して見てられるよね。だから未来から来た馬剣士よね、言ってみたら。で3連単マジでぶち込むよね。いやだとしたら、まあまあそれはそうなんですよ、それは究極なんですよ。おい行きましょう。ナイス鹿児島、ラスト一応引いた。あー、いたた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 、うーわうーわうーわ、惜しい。いやこれ見逃しに引くじゃん、レア役。うわぁ、帝王のガキ久しぶりに引いたね、欲しかったね。ラストゲームよ、乗れ乗れ。やばくない、やばくない、やめてやめてって言ってる。ただカットインが出た瞬間激アツになるよね。ない、もしや、頼む耐えてくれ、やばい、これはまずい、うわまずい。ただ 80% は言っとくけど、みんな 80% だからね、終わった可能性大。いやそうなの、そうなるのよ、耐えて耐えて耐えて、そうか、帝王ではなかったと。うわ、いてーいてー。はい、ってことでとりあえず250まで回しますか。うん、一旦回します。いや悔しいな。美女やん、またまあ打ちましょう、とりあえず打ちましょう。すごいな、暑いね暑いね。いいよ、まあ、当たってるうちはね、やっぱ気が楽というか全然追えるんですよね、この場合。ただやっぱ本当にてっぺんまで連れてかれるんでね、何にもせず。ん？大丈夫か？あれ大丈夫だよね。さすがにね、さすがにね、浜岡さん来たし、イエイ、ショットあざす、231です。もちろん持ちコイン、さあ行ってきます。これは熱い、あざす、いやビビったね、
まだです。あざす。こっからドン。よーしゃー。あざす。わしのボートは？ボートどこ行った？ボートは？ボートどこ行ったって？足んない。最低ナビ以上、ナビ以上。まあボートノーボートですがいいでしょう。40、まあ十分よ。やべ、やべ。お、あとの乗せ。お、30ある。でけえ。あ、感謝感謝感謝。いや割とゲーム数やら何やらかんやらで頑張れてるんですけどね。やっぱえのきやったな。いや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 、ワンちゃん。なんか絶望だな。またこれまた弱いね。カットイン以外なんもない。ナビ出ちゃってる。はい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 、全部ない。はい、ロゴもなし。いやどうしようこれ。あの設定差があるんじゃなかろうかというより共通ペラ479で1回なんすよ。もちろん B 生かしてね350らへんで全部当てれてるっていうのはあるんですけど、コインも青いが出てないでしょ。でもう全はほぼないと思うんですよ。ちょっと考えてきます。ウィー、204ですね。素晴らしい初当たり。なんかやはりいつも打ってるモンキーではないような気はする。あ、いいじゃん。赤いくんじゃない。はい、80% よ兄さん。 80% でえのき出てきたらニヤッとしてもいいとは思わんよねやっぱね。あー 80% って。はい、98、ゲーム数は100。これはラッキーですね。ラッキー、こういうのを伸ばしていかないと。さあ行きましょう。ちなみにあのカバネリからシゴロ確定も出ております。おいちゃ、さあ、まあこんなもんですよね。ああ、高設定した黄色コインですね。お単発っすね。きつきつ。さあ皆さんお久しぶりです。800のところっすね。ここがってか、ここはもう超えてほしいっすね、できることならば。ここの優勝はゼガヒでも使っていただきたい。さあお願いいたします。こらえてどうぞ。よし、第一関門突破です。あとはこの勝負掛けポイントを持ったまんま行きたい。いやー、やめてやめてって言ってる。うわー、これどっちだろう。うわ、優質っぽいな。あー、うわー、そうか、ここでポイント使っちゃうか。これ持ったまんま行きたかったんですけどね。ここで当たんなきゃクリア。よし、
オーケー、とりあえず2以上はゲット。うん、とりあえず2以上。さあ天井です、947。とりあえず100枚ぐらい残ってるので、はい、おちょうど100枚ですね。やばい、まあ100枚残ってるんで、この AT を350枚伸ばせばプラス息もう一回浮上です。いきます。いやー長かった、ゲーム数が697っす。いやー惜しまよな、まあまあしゃあないしゃあない、まあまあ当たり前ですけど、とりあえず2以上、12なし。演出が弱 AT やんマジで、おいマジかや、うわくそ届かず、天井単発きついって、乗せなしはきつい。1ゲームとりあえずちょっと回しましょう。あーキラキラまでついてる、キラキラまでついちゃってるって。とりあえず300までに当たるんでやります。これ追加投資始まりますよ。やられたぜ。よー次回当たる時の演出が素晴らしく当たるように来るよね。あギリギリ26枚とこれ残しました。持ち玉でいけてます。オーケー152、ゲーム数150。さあなんだ75枚って、あーちょっと一回ね、私周り見てきますわ。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ2代目ガメラです。見てくださいこのグラフ、結構ゴリってるでしょ。でなおかつお隣のガメラも結構ゴリってるんですよ、同じようなグラフで。はい、なんで、まあ、ちょっとまあ元々が甘い騎士ですし、まくりをまず視野に入れてガメラ打ちます。いきましょう。でモンキーターンから持ってきた出玉が139枚、持ってきました。ワンチャンこの持ち玉でなんとかならんかな。もうなんかコンピラ丸食べたら目標を達成した感がなんかこうあって、絶対行った方がいいよ。あとね、最近鹿児島県が裕福なのかわからないけど、クーポンとかもすごいあって、暑いよこれは、相当暑い。蹴って赤7いらない、そっちか。200、はい、ざいます。ってことで鹿児島来たらコンピラ丸絶対に行って、いや行くべき、あれはビッグじゃないとダメ。イエイ、さあ行きましょう、頼むよ。もう見たくない、やめてって言ってる、早いよ、ちょっとは楽しませてよ。え、持ちコインでいけました、奇跡的です。えい、バレロ。いやー本当に今のビッグが良かった。はい、わりかしレギュラーにしては枚数取れました、 100枚。
やったぜ、ありがてえ。早い。ただレギュラーなんですよね、多分ね、これね、レギュラーなのよね。揃うな、揃うよね。チーク上44、早いけどね。はい、行きましょう。いやー、レグ2発はきついよね、やはりね。もうサクッとまくったら、もうポチッとアウトボタンを押そうかなと思ってたんですよ、私。あー、熱いね。当たったんちゃうか。当たりましたね、これね。まあ、もらいました。イエス、早いけども、まあレギュラーでしょう。いやー、きついか、やっぱきついか、さすがにレギュラー。よいしょー、やったぜ。嬉しい、すごく嬉しい、やった。さあ行くよ、肉も目安もしっかり決めていこう。さあジャックストックしていくよ。うわ、ちっちゃい。あー、ないか。さあ上げていこう。オーケー、避けるよね。やべえ、やべえぜ。赤、よし、もう一個、よし、ありがとうございます。危なかったです。5ジャックで終わるとね、心がひしゃげるからね、やはり。避け方よ。よーし、アザスパンプス。じゃあいいがよな。さあ引いてこう。いいぞ、いいペースでいけてる。もう勝っちゃえ、バルゴに勝っちゃえ。早いな。さあラスト、ラストジャックです。ラスト、はい、バチコン。さあ最後に店内状況を見ていきましょう。まずはですね、 6.5 号機が中心の島から行きたいと思います。はい、アクエリオン角台ですね、ここ四五郎出てます。はい、四五郎出てると。で、後ろの正宗戦国ですね、ここ角が結構強いイメージですけど、ここも綺麗に右肩刈り。で、ここフェアリーテイル2ですね、右が3以上、はい、左が4以上。ちょっとしんどそうですけどね、頑張ってほしいなと。で、カバネリ全体4以上出てます。まあオール4とかなのかな。でもカバネリの4だったら全然打ちたいもんな。で、ペルソナキャッツアイの並びなんですけど、キャッツアイから2以上出てると。で、前回もここ入ってた場所ですよね、ヒゲさんが来てた時に。はい、で、隣のペルソナ、これ6の子、レインボートロフィー、先ほど見させていただきました。で、 6.5 号機ゼーガペイン2ですね、ここは2以上出てて超右肩上がり。まあ内容を聞いてもさすがに上ありそう。で、後ろのゼーガペインもここからも2以上出てて草系が強いと。まあさすがにね、下だと
こんなもみもみできるような台じゃないので。であと鉄拳5、ここグラフがね相当きつそうですけど、ここ4頃出てます。で毎度強いギアス3ですね。確定系がまあヒロイルランキングトップに君臨する機種ですけど、両方とも今回も4以上拾えてます。まあ、チャンスオンやれなきゃ4とかでもしんどいんですけど、まあここまで粘れてるってことはかなと思います。はい、次行きましょう。やべえよクレア1台、これねこの56むちゃむちゃ出るイメージなんですよ僕。これめちゃ綺麗よ、もう4000枚オーバーしてる、やばすごいね。次が一番台数が多い番長ゼロと絆っすね。ここね台数が多くて、まあ、グラフで見ていただいた方が早いと思うので、ちょっと一旦向こうで見ましょう。さあまずは番長ゼロっすね。今んとこマイナス引きが1台だけ、ここの稼働2かな、497直撃2回引いてて内容はいいということなんですよね。で502ここ4ゴロで、あとがその隣もまあ4ありそうといった感じで、ワンチャン全4ゴロ、まあ、46でしょうね、46はあるのかなといった感じです。で次がね、絆っすね。絆背にある絆もですねこんな感じなんですよね。マイナス域が1、2、まあ、3台か3台今現状で固めて4ゴロが拾えてて、512から514、512から514、ここのまあマイナス域2台ですね、もう4ゴロはしっかり出てると、ここも4ゴロ出てるといったところで、ここもねやっぱ番長ゼロと合わせて、まあ、46ハーフだったり全4もまあワンチャン見えるかなといったところで、まあ、ベースはもう非常に一番高い機種でした。はい、いっちゃん強いのはねここなんですよ、バラエティ。はい、まずマクロス、デルタ、はい、3以上出て246出てるんで46濃厚と、はい、この楽園追放、はい、6濃厚に格上げしました。朝一56がすぐ出たんですけど、レインボートロフィーに格上げと。でお隣の絶対衝撃、はい、ここも4頃濃厚出てます。で偶数下画面出てるということなので、まあ、46どちらかなのかなと。で気になってるのが確定機はちょっとね人が変わってて拾えなかったんですけど、ここ2台左の7つの滞在からは、まあ、3、4否定は出てると。でこのグラフさすがに5、6やと思う。で前回も入ってた蒼天の剣4が綺麗に右肩上がりの3000枚、私打ったことありますけどもこんな綺麗に出ません。ほんでリゼロ6濃厚ボリってるよね、この時間で初当たり10回。でお隣、ゼニガタですね、はい、6濃厚出てます、おめでとうございます。さあここもね並びです。ツインパ、まずツインパですね、ここは56濃厚キリントロフィー出てます。でお隣モンハンの黄金ですね、6濃厚です。で毎度毎度確定系が拾えているモンハンワールドですね、ここが3以上今のところ出てるそうです。でもう3000枚と、おめでとうございますってな感じで、私朝なんて言いました、抽選早けりゃ楽園追放か7つの滞在行ってあとはカバネリたいって言いましたよね。どこ行ってもよかったんよ、抽選したいやったんよこればっかしゃーっていう感じでした。まあメインはね多分このバラエティ人が朝あんだけいたのに、まあ、理由があるなといったところで、であとは多台数設置機数番長ゼロだったりケーズナこの辺もしっかり 6.5 号機もしっかりいったところで、まあ毎度毎度元気のいいホールさんで、正直ね確定系拾いすぎてちょっと疲れるレベルなんですよ。まあでもねその分、盛り上がってていいなと思いました。またお邪魔する機会があると思いますんで、その時は抽選いい番号引いてしっかりと積もりたいと思います。はい、どうした実践終了。いやー完璧じゃないですか、私の立ち回り、あそこのガメラのチョイス、ワンビッグ引く、そして結果言いましょうか、投資が9450枚ですね、で獲得が564枚、爆勝ち114枚プラスです、あざっす。まあ店内も非常に賑わってたので結果的にはプラスで終われてよかったなと。でまた鹿児島ね来てね実践バチコンやっていきたいなと思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは次回のバチコンでお会いしましょう。バイバイ、バチコン。